こんにちは、アスカです。今日のあるあるは、夜寝れない日があるじゃないですか。たまにそういう時、時間経つのが早い。もう2時、早く寝なきゃと思っても寝れないから、携帯見たりしてるとどんどん時間が過ぎていく。あるある。今日はですね、ジェルネイルシール、貼るだけでサロン級の仕上がり、これと頭をかっこよくしたいと思います。ジェルネイルと頭、手と頭を可愛くかっこよくします。それでは早速やっていきます。はい、今日は親指だけ貼ります。なんかどっかいつか出かける日になんか爪をおしゃれにしたいんで、はい、これを私の素敵な親指に貼ります。で、こうなります。余分な部分を切るって書いてあった。だって私これ深爪しすぎたからさ、これ以上ね、これでおしゃれ爪の完成ってことになりますかね。はい、そういうことが、なんかここ削るのおかしいなと思ったら、こうでした。これ逆でこうでした。逆に全部シール貼ってた。なるほどね。はい、完成しました。透明だから見えづらい、こんな感じですね。はい、はい、まずワックス、続いてワックスです。ワックスはまず手に伸ばし、なんか前髪以外にパラパラと、あ、前髪以外にパラパラとつけていくそうです。後ろから揉み込んでいきな。はい、指で後頭部とトップにワックスをなじませる。後頭部とトップ、トップ、そして直しちゃダメじゃん。こういう風に合ってる。はい、指でワックスをつかむようにしながら、あ、こうか、上げていくんですか。うん。こういうこと。もういろいろやりすぎてわけわかんないことになっちゃった。もう一回調べ直して、また次回の動画で頑張ります。